今日自転車ヘルメットの贈呈式が行われたのは藤枝順心高校です。これは藤枝警察署が高校生の自転車ヘルメット着用を推進するために藤枝地区の安全運転管理協会や藤枝市と共同で行ったもので、今回は藤枝順心高校サッカー部の3年生を対象にヘルメットを贈呈しました。贈呈式では3年生の生徒3人が代表してヘルメットを受け取ると早速着用していました。ヘルメットいただいていかがですか？思ってた以上に軽くてデザイン性もあって可愛いなと思います。藤枝警察署交通課の中村課長は、事故の際ヘルメットをかぶっていないと重症化する恐れがあるとして着用の徹底を呼びかけていました。